はい、ゆうきです。はい、前回の続きです。つば表の見方の解説。はい、前回どこまで説明したかな？まあ、その見るポイントですね。昇級戦で減量はいいよっていう話と、あと、まあ、ダート、コース適正と、その会場でどんぐらいの連帯率なのか、3着圏内にどれぐらいの確率できてるかっていうのと、その距離でどれぐらいの確率できてるのかっていうところの適正を見るっていう、この2つをお伝えしたと思います。で、今回この動画では、まあ、その前回の続きなので、はい、どんどん解説していくんですけど、あと見てほしいのが芝とダートのこのチェンジ。ずっと芝でやってきたけどダートに変わったとか、その逆もしっかりですね。ずっとダートで走ってきたけど芝に変えたとか、これの判断としては結構これもマジで持論なんですけど、まあ、ババアが悪いとかいいとかもあると思うんですけど、芝のこれね、重ババとか、いや、その雨が降ってる時にしかちょっと使えない持論なんですけど、芝の重ババ、雨降った芝で結構良績を出してた馬、成績良かった馬、三着爆走した馬っていうのはダートで走れる可能性が結構高いんですよ。これめっちゃ持論なんですけど、これなんでかっていうと、まあ、芝とダートやったらどっちの方がタイムが出にくいかっていうと、まあ、ダートじゃないですか。ほら、私らも普通の芝生の上と砂の上走るんやったら砂の上の方が走りにくいじゃないですか。こうなんかこうね、わかります？こう沈んだりとかこう流れたりとかするから走りにくいやんか。ほんで芝の重ババって結構ドロドロドロンコになるから走りにくいねんな。で、走りにくいんですけど、そこで激走した馬ってタフなんですよ。足が、足っぽくないけど足がタフで結構なんで、ダートに行っても割と走れるっていう、これもう持論なんで参考にするしないはお任せするんですけど、結構これあるんで、はい、なんで面白いかなと思います。予想するときに取り入れてもらうと結構面白い一個のポイントかなと思います。で、あと出馬表で見てほしいのはジョッキーですね。この馬に乗ったことがあるのか、初めて乗るのか、ずっと新馬から乗ってるのかっていう。で、結構その面白いなって思うのは、例えば新馬戦で乗ってたジョッキーがその後乗らずまた乗り出したレースっていうの結構面白い。意味わかります？新馬でじゃあルメールが乗ってた、で勝たなかった、まあ勝った、どっちでもいいんですけど、でその後ちょっとルメールが乗らずに何走かしてまたルメールに戻ったみたいな、これは結構 OK です。いいんですよ。やっぱ新馬って厩舎も気合入ってて、だってね、デビュー戦やからそこに向けて調整していって、まあ、今後どう花開くかみたいなをやっぱ見たいわけじゃないですか。新馬でどれぐらい走れるのか、初めてのレースでどんぐらいゲート出れるのかとかいろいろ見たいわけで、タイムどんぐらい出るのかとか、そうそう、人間の言うことをちゃんと聞く操縦性がある馬なんかとかを見たいわけなんですけど、それがそこにやっぱ乗せるジョッキーって結構重要視してると思うんですよ、まあ、私はね厩舎じゃないんで推測ですけど、まあ、重要視してると思うんで、その新馬戦で乗せたジョッキーを再度乗せるっていうのはすごいいいかなと思います。で、あとこれ、まあ、そのジョッキーのこの乗り換わりの話の延長線なんですけど、ずっと乗ってたジョッキーが、もう新馬からずっと乗ってたジョッキーが、その自分がずっと乗ってた馬が出てるレースで違う馬に乗ったら、それは買いです。ルメールが新馬からもうずっと乗ってましたと、はい、乗っててずっと来ました。でもある時、まあ、オープン戦とか、まあ、2勝クラスとか、まあ、何でもいいんですけど、そこのレースある時その馬が出ているにもかかわらず違う馬に乗ると、いや今までずっと自分乗ってた馬乗らんへんのみたいな、このパターンはそっち乗んのっていう、そっちを買ったほら結構来ますね。やっぱジョッキーも賞金は欲しいし、だから競馬ってなんか最初からどの馬が勝つかある程度分かってるらしいんですよね。そのジョッキーとかからするともうこの馬が強いかこの馬が勝つみたいなのが大体分かってるし、でよく競馬関係者の方が言われてるんが、まあ、パドック終わって馬場入り向かう地下道あるじゃないですか、あっこでジョッキーが勝つよって
言った馬は 100% 来てるらしいですね。だからその取材班とかね、そういう人に、まあ、勝つよみたいな、1番人気とか関係なしで、例えばそれが3番人気だろうと5番人気だろうと、今日勝つ、この馬勝つからみたいなって言ったら、もう 100% で勝ってるらしいんで、もうこれは実際そういう関係者の方から聞いたお話なんですけど、でそういうのがあるらしいんで、まあ大方決まってるんですよね、勝つ馬って。でってことは、新馬からずっと乗ってきた馬ってやっぱ愛着もあるし、この馬で重賞を取りたいなとかっていう気持ちもあるじゃないですか、普通人間なら。なんですけど、それを置いてまで違う馬に乗るってことは、その馬の方が強いってことなんですよね。なのでそういう、そっち乗んのみたいなのは結構買いです。これも出馬票でわかるので、まじ出馬票神、結論そこにいたんねんな。あと展開予想ができるっていうところ出てるんですよね。前走前々走3走前4走前までは何メートルのところを何番手で通過したかっていうのが全部出てるんですよ。知ってた、まあ、知ってるか。出てて逃げ馬とかやったら、まあ1、2とか出ねんけど、それこの辺にちょっと画像あるんでこれ参考にしてください。そう、これが出てんねんな。これ見たら、あ、ここのこの馬逃げ馬かってなるやん。で内枠入ったなってなった、あ、逃げやすいなって感じ。外枠から逃げようと思ったらさ、まあ、押して押して押してこう馬がこうまっすぐ走ってるやん。これがこっちが内やったら、こっちが外やったら、こう外、うちの馬ってシュッてもう出ればいい、まっすぐピョンって行けばいいけど、外って押して押して押してこう斜めにこう来ないといけんから、ちょっと走る距離長くなったりとかで、まあちょっとしんどいよねみたいなとこあるねんけど、うちやったらシュッといけるやんみたいなとか、宝塚記念のやったっけ、あれユニコーンライオンがいい例やんな。それ宝塚記念やっけ、まあいいや、ちょっと違うかったらコメントしてくださいはい。でそうそう、そんな感じで、その展開も読めるんですよね。これは差し入れ来る馬やなとか、中段のちょっと前目、4番手5番手につける馬やなとかが分かってくるん で、それが分かってしまえば、枠どの枠に入ったかで、ある程度、あ、こんな感じで進むなっていうのがこう予測立てれるんですよ。ってなると、あ、これはこの馬ここにおったらこんな感じで逃げるから、ちょっと前残りあるなとか、残るかもなとか、人気なくてもね残るかもなとか、減量騎手が逃げ馬に乗ったら、あ、これは軽いから有利やから残るかなとかが分かるんですよね。でちょっと時間があれなので、続きは次回。